いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。へい、いらっしゃい。毎度どうも。あの、少しよろしそうですか。いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。へい、いらっしゃい。毎度どうも。へい、いらっしゃい。毎度どうも。
いらっしゃい。毎度どうも。
もう緑殿のものだ。そこも素直に明け渡せ。だ、誰が緑なんぞに。皆、意地でも守り抜くのじゃ。進め進め。我らが軍の屈強さ、思い知らせてやれ。じゃこそ秦の三国無双なり。Yeah!
が大将。果たして見せる。しぶとい野郎どもだ。火器は俺たちのものだというのに。敵将、討ち取ったり。この勝利、皆のおかげだな。おお、なんとも勇ましき戦ぶり。これはこれは、いつもながらお見事ですな。ようこそ、いらっしゃいまし。今後ともご贔屓に。ようこそ、いらっしゃいまし。今後ともご贔屓に。取るのだ。北に造船で、南には造波殿の軍勢がいる。ならばこの道を狙うと思っていた。多比城へは近づけさせぬ。いざ造船に全力にて湧いていたす。短気とは、腕に覚えがあるようだな。電子なるのみ。突破されたか。腕を押し負けるとは。敵将、討ち取ったり。この勝利、皆のおかげだな。おお、兄者、やりましたな。大したもんだぜ、兄者。
攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。これ以上呂布軍に押されるわけにはいかぬ。敵陣を突破し火器へ向かわなければ。よし、いい流れだ。このまま押し切ってしまえ。
体勢を取るのだ。俺と勝負しよってか。笑わせる。この当先行が相手だ。覚悟しやがれ。劉備軍がここまで来た。想定より早かった。だがもう手遅れだ。引き返してもらおう。果たしてみせる。敵将撃ち取ったり。おお、兄者ありましたな。しくじったな。俺がいなきゃ兵たちは混乱しちまう。この勝利皆のおかげだな。大したもんだぜ、兄者。なんてことだ。呂布軍に包囲されてしまったぞ。敵の数が多く、二人では到底守りきれぬ。援軍が来てくれたら。狙いは定まった。敵の足場を崩し、戦意を損。我らの包囲を突破するとは、これが劉備軍の真の強さか。敵の痛いところをついておけば。狙うはあの地だ。行くぞ。劉備軍の実力を見誤っておったわ。ここは引くしかあるまい。敵将撃ち取ったり。おお、兄者ありましたな。活躍の場残しといてくださいよ。
呂布軍の勢いの前に我らはなすすべもありませんでした。皆様に合わせ美塾殿が気に病むことはない。むしろよくぞこの城を守り抜いてくれた。へい、いらっしゃい。毎度どうも。ようこそ、いらっしゃいまし。ごひいきに。
いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。せわせぬぞ。
侵入を許してしまうとは。父上、お許しください。あとは呂布の野郎だけだが。どこにいる。劉備、今さら帰ってきても遅い。この城は、城主はすでに俺のものだ。てめえ、兄者から受けた恩をあだで返しやがって。ふん、悪いのはお前たちだ。弱い奴が国を治めるか、剣術なんぞに攻め込まれる。国の長は強くなければならん。だから俺がこの国を治める。そしていずれ剣術や曹操を倒し、俺が最強だと天下に示してやる。己が武を誇示せんがため、兄者の思いや志を踏みにじるとは許せぬ。上等だ。最強だとか抜かすてめえの鼻っ柱、ここでへし折ってやる。お二方、ここは抑えてくだされ。すでに城内は呂布軍が掌握、外も包囲されています。ここで呂布と戦うのは万有というもの。呂布殿、我らは武器を収める。それをもって降伏の意図させてもらいたい。何じゃ。呂布殿、お前の気持ちはわかる。だが私はこれ以上上州での戦乱を長引かせたくないんだ。戦が続けば民たちはそれだけ困窮することになる。刀剣殿との約束を果たすために、それだけは避けなければならない。承知いたした。よいな、よくとく。くそ。結局居候に逆戻りか。しかも呂布のもとによ。民のために戦ってたはずが、気がつけば呂布のためになってやがった。兄者、兄者のやりたいのはこんなことじゃねえだろ。よくとく、よさぬか。お主にも一片の責任はあるのだぞ。よいのだ、雲長。よくとくの言う通りだ。目の前の者を救いたい、そう思って呂布を迎え入れたが、結果として徐州にいらぬ戦乱を招いてしまった。私はどこで間違いを起こしてしまったのだ。劉備殿、呂布が可否より出撃したとの知らせがありました。まっすぐこちらへ向かっているとのこと。狙いは劉備殿でしょう。ち、待て。じゃ、劉備さん、巨匠、曹操からだと。はっ、勝敗から巨匠へと移られれば劉備様を保護するとの。はっ、罠リス。はっ、うん、連長だが、私たちでは呂布軍にはかなわぬ。雲長、よくとく、曹操殿のいる巨匠へ向かうぞ。味方が各地で呂布軍と交戦しています。できる限り救出しながら進むべきかと。この村で劉備軍を迎え撃つ。
邪魔する者は民であろうと打ち果たせる。こんなところで戦をしないでくれ。誰かお助けを。忍者こそ真の三国無双なり。劉備様の軍勢だ。さては援軍を立ちに来たか。相手をしてやろう。光栄に思う。どいてくれ。おお、なんじゃ。おりましたな。
ふうに言われたから援軍を出しただけだ。それなのになぜわしがこんな目に。敵将討ち取ったり。この勝利皆のおかげだな。お見事、見せつけてくれますな。大したもんだぜ兄者。俺の活躍の場残しといてくださいよ。局を左右しうる。私たちで守るぞ。おやおや、今頃可否に何のご用ですかな。戻る地をお間違えとは言葉もありませぬ。戻ってきよってか。この城は俺のものだ。つまみ出してやる。いい頃合いだ。我が策で流れを変えてやろう。この手なんともない。我が大使果たしてみせる。会場内には無数の変化。わしを倒したところ何も変わらんわ。地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。秦皇大のお相手をしていただけますかな。
のみ。引かぬ。我らが倒れたとて城内はすでに掌握済み。今更できることなどありませぬぞ。敵将討ち取ったり。おお、兄者やりましたな。この城は取り返せないぜ。城代はすでにこちらの兵であふれてるからな。陳旧、こたびの戦はお前の入れ知恵だな。あなた方、ゆえに変な気を起こされる前にこちらが行動を起こしたまで。おとなしくこの地より去っていただきましょう。陳旧殿、光純殿、増波殿がやられた。我々では残った兵を統率できぬ。嘆いていても仕方がない。前線から火器の防衛に人員を割こう。この勝利皆のおかげだな。その勢い誰にも止められますまい。少量様に伝令、火器より応援要請です。新旧様、光純様、増波様、敗走とのこと。救援したいが、私は巨匠を守らねば。誰か火器への加勢をお願いしたい。いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。
へい、いらっしゃい。毎度どうも。いらっしゃい。毎度どうも。いらっしゃい。
いらっしゃい。毎度どう。いらっしゃい。毎度どうも。兄者。馬がご入り用で。またお待ちしてます。いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。
いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。ようこそ、いらっしゃいまし。今後ともごひいきに。いらっしゃい。毎度
時を知らせ、彼らの進む先は誰にも阻ませぬ。みんな、劉備様のために命を捨てよ。一兵たりとも敵を通すな。無理にカッコつきやがって。おい、こいつらを叩きのめすぞ。敵を蹴散らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。我が大将、果たしてみせる。クソ、しくじったか。劉備軍がここまで抵抗するとは。大したもんだぜ、兄じゃ。滅ぼしてやるのだ。みんな、呂布軍を食い止めよ。この城は何としても死守するのだ。この地の攻防は戦局を左右しよう。私たちで守るぞ。よし、ここで防御体制を取るのだ。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。我が大将、どうなってるんだ。劉備軍の方が強いなんて、そんなはずは。
ところにいたぞ。俺が逃げられると思うな。策で一気に決めちまうか。式のどこが小尺な真似を。おう、俺の前に立つ。いいだろう。勇ましき戦ぶり。私を超えてみよう。超分煙押して参る。我が大将、果たしてみせる。手押しなるのみ。長領を手こずらせると生意気な奴らに俺が潰してやる。劉備を取り逃がしたか。呂布殿、申し訳ござらぬ。我が渾身の策を喰らえ。シキラどもが小尺な真似を。焼けただと。次に会ったら命はないと思え。引かぬ。
逃げ切れましたな。あとは巨匠へ入るだけです。しかしなぜ曹操殿は私を招いたんだろう。今はその行為にすがるしかないんだ。俺が可否を取られなきゃこんな目には。次こそは呂布を叩き潰してやる。巨匠へようこそ。私からの伝言はちゃんと伝わったようだね。あなたは？ああ失礼。私は各方向曹操殿の軍師を務めている。で、何の企みがあって俺らをここへ呼んだ？計算高い曹操殿のこと。ただ呂布の手から我らを救っただけとは思えぬ。疑り深いね。そう警戒せずとも大丈夫だよ。まずは戦の疲れを癒すといい。夜は盛大に歓迎の宴でも開こうか。ああ、その前に劉備殿には曹操殿のもとへ行ってほしいな。首を長くしてあなたをお待ちだから。どうやら二人きりで話したい。曹操殿が私を？曹操殿、なぜこうも私を愚してくれるのだ。一度は敵として戦った私を。わしは刀剣と戦ったのだ。お主に遺恨はない。敵する者を皆斬っていては天下に人はいなくなる。才ある者ならばなお惜しい。だがお主がわしと同じく英雄たる者ならば、そうは言っておれぬやもしれんな。失礼した。しかし、英雄などと。私はこの通り、雷にも驚くような男なんだ。劉備よ、お互い、己が目指すところを全うしたいものよな。曹操は気味が悪いくらい俺らをもてなしやがる。何企んでやがるんだ。わからん。呂布を共に討つためなのかと思う。で、いや、そ、今は甘い顔してるが、取り込めないと分かれば潰すってわけか。けっ、曹操の考えそうなこった。そうとなれば、できるだけ早く次の一手を考えねばなりますまい。次か。そうだな。だが、今しばらくは。ここで世の情勢を見たいと思う。私の取るべき手、それを見極めるために。何じゃ。
曹操は長安より救い出した帝を自らの本拠巨匠へと迎え入れた。歴史ある漢王朝の帝をいただくことで大義を得る。一方、二大派閥の一派袁術は徐々に劣勢に追いやられていた。彼は焦りのあまりとんでもない暴挙に出る。亡き孫権より奪った玉璽を手に帝を占勝。自分こそが正当な統治者だとして諸侯に臣従を呼びかけた。だがそれは袁紹に袁術を討つ口実を与えることになる。袁紹は袁術を逆賊となじり討伐に向けて動き始めた。ここへ来てからずっと世を見続けてきた。今大陸は袁紹殿、袁術殿に二分されている。しかし勢いで言えば曹操殿が群を抜いている。今はまだ袁紹殿と同調しているが、いずれは自分の道を歩むであろう。で、兄者はその道に乗るのか？確かに曹操殿は曹操殿なりに国を治めるべく動いている。だがその過程や結末は果たして安寧なものだろうか？上州での振る舞いを考えれば、少なくとも過程は安寧ではありますまい。己にそぐわぬ者は敵、兄者とは相入れぬ道でしょうな。だったら決まりだぜ。さっさとこんなところ出て袁紹のところにでも行きゃいいんだ。それはいささか不義というもの。我らは窮地に手を差し伸べてもらったのだ。ならば立ち去る前に相応の返礼をするべきであろう。雲長の言う通りだ。いかに過去の遺恨があるとはいえ、今は我らは触覚、まずは礼を尽くさねば。ここを出るか否かを決めるのはその後だ。いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。馬がご入り用で。
またお待ちしてます。ようこそいらっしゃいまし。今後ともごひいきに。